ロンドンオリンピックのサッカー日本代表に選ばれた FC 東京の権田修一選手と徳永雄平選手が今日チームを応援する多摩六市の市長を表敬訪問しました。権田選手と徳永選手が初めに訪れたのは練習場がある小平市です。ゴールキーパーの権田選手とオーバーエイジ枠で選ばれたディフェンダーの徳永選手に対し、小林正則市長は守備の要として頑張ってほしいと激励しました。その後2人は市民や職員の前で活躍を誓いました。皆さんの期待に応えられるように一生懸命頑張りますんで、応援よろしくお願いします。金メダルを目指して戦っていきたいと思います。そしてまた金メダルを取って皆さんの前にここに本当メダルをかけてまた戻ってこれたらと思うので、応援よろしくお願いします。ロンドンオリンピックの男子サッカーは今月26日に初戦を迎えます。